魚を模した形状と色彩のルアーギジエサとは、魚を釣る際に、本来魚が食べないものをエサとして用いるもの。針の部分も含めて呼ぶことが多いが、一部のルアーやソフトルアーなど、針が付いていない状態で販売されているものもある。なお、記事をギジと書くのは正しくない。ギジには、魚が自然の中で食べている昆虫や小魚などに似せて、マッチザベイトや、 マッチザハッチの考えで作られたものと、自然界には存在しない形状や、光や音のアピールで魚の関心を引くものがある。木製または、合成樹脂製の魚の形または、対象となる餌となる生物をデフォルメして模した、疑似餌。本来肉食の対象魚用の疑似餌だが、稀に装飾魚が反射的に釣れることもある。 イイダコを釣るためのイイダコ天やギジエサの大きさ、用途によって、フックと呼ばれる針が1から4本ほど、ギジエサの株または側部に装備されている。また、エギアスッテと呼ばれる、日本の一括利用のギジエサには、傘状で返しのない特殊な針が付けられている。なお、フライなどの毛針には、そのまま針に毛が巻きついている。ギジエサが捕食対象ならば、対象魚の口に、 攻撃対象なら口またはすれがかりとして体のどこかにフックがかかる仕組みとなっている。大きさは様々で、ピーナッツ、ワインボトル以上の大きさまで、多種多様、色や模様のパターンも非常に多岐にわたっている。タイプとしては、水面に浮くタイプ沈む、タイプ、水中で静止するタイプ、リップという板状のものを抵抗にして沈むタイプ等などがあり、 ルアーのトップウォータープラグやリップのついたルアーは基本的に浮き、ジグやスプーン、スピナーと呼ばれる金属製のルアーやエギは基本的に沈み、一部のリップ付きルアーは水中で静止ないし、極ゆっくり浮くか沈むかする。フライを使った釣りアピールの仕方については、プラグ自身の動きによってアピールするタイプ、水面に泡を立て、弾ける音でアピールするタイプ、 水の抵抗を利用して振動するタイプ、表面塗装により様々な色を反射させるタイプ、音源となる金属球またはそれに準じた音を発生するものを、プラグ内に内蔵しているもの、蒸気の複合タイプなどがあり、また魚の動きに非常に近づけたものもある。ありがとうございます。